皆さんどうも、シュメルです。今日はですね、Galaxy S23 と Pixel 7の比較になります。まあ、この2台に関してはですね、かなり価格差あるんですけれども、お互いですね、結構人気機種なんで、今日はですね、この2台を比較していこうと思います。でね、本日の動画はトランス社よりスポンサーをいただいております。 じゃあ早速ですね今日の動画の内容について話していきますがまあこれは、ね、いつも通りの比較動画ですね、えー、カメラの基本性能を比較してでその後ですね私が思う皆さんに知っておいてもらいたい点を、まあ、並べていきますで最後はですねどういうユーザーにどっちのスマホをおすすめするのかっていうのを話して終わろうと思いますじゃあ早速ねやっていきましょう ではですね、まずはカメラの基本性能から見ていきますが、もう皆さんね、ご存知の通り、どちらもめちゃくちゃカメラ性能が優秀ですので、自分がいいなーって感じた方をね、もう選べばいいかと思います。 ではねギャラクシー S23 の特徴から話していくんですがまあこれはね露出は少し明るめに撮影して色味はかなり自然で結構ねあっさりした色味っていうのがまあ特徴かなと思いますでね驚いたことにピクセル7の方が色味がね濃く出るっていうことが多くて実際にね目で見た感じに近いのは私はねギャラクシー S23 の方が多いんじゃないかなっていうふうに思うぐらいですね じゃあ次はねピクセル7の特徴なんですがこれは色味については割とね自然な絵作りなんですけれども若干ね色味を映えさせているなっていう感じの印象があります。で不自然な色みっていうわけではないんですけれども少しねこう色が濃く出る傾向がギャラクシー S23 よりかはあるのかなというふうには感じます。 で、ね、露出は適正なものが多いんですけれども隣にねギャラクシー S23 があると少しピクセル7が暗く感じるかもしれませんまあただ適正なのはねピクセル7の方が多いかと思いますでは次にですね望遠性能なんですがこれがね面白い勝負をしているんですよ ピクセル7には望遠レンズがないのでギャラクシー S23 の圧勝になるかと僕は思ってたんですけれども、まあ、ピクセルができる最大のですね望遠8倍までであれば実はねあまり差がないんですよでもちろんねギャラクシー S23 っていうのはさらに10倍そして20倍で最大30倍までズームできますんで S23 の方が望遠性能自体は上にはなるんですけれどもまあねピクセル7も結構頑張っているんですよね まあただね勝敗をつけるとすると望遠性能ではギャラクシーとはとなりますねで次に夜の写真ですけれどもこれもねどちらも非常にレベルの高い写真が夜でも撮れますんで基本的にね大きな心配っていうのはいりません。 でね条件次第にはなりますがどちらかが実際の目で見た感じに近い写真にはなっていたりするんですが、まあ、両者とも大きな差が生じるということは少ないですねであとはですねたまにどちらか一方が白飛びしてしまうということもまあ,ありまして、まあ、僕が思うには Galaxy S23 の方がこの露出オーバーに移してしまうということがやや多いのかなというふうには思いますね。 では次にね動画性能なんですけれどもこれはどちらも優秀なんですが個人的にはねギャラクシー S23 の方が1歩2歩リードしてるんじゃないかなというふうに感じています例えばね HDR 性能の高さであったりでさらに色味もですねピクセル7よりかはギャラクシー S23 の方がねより自然な色をしてることが多かったですねでさらにまあシャープさに至ってはですね S23 の方がまあシャープにね動画は撮れていると思います ただですね、それでもですよ、ピクセル7はかなりのレベルであるってことは正直否定はできないところなんですよね。あの、ピクセル7の動画性能でも発きりして全く不満はありませんし、夜の動画でも、まあ、わずかな差はありますけれども、大きく劣るっていうことでもないんで、まあ、ピクセルの動画性能の品質っていうのは、まあ、めちゃくちゃレベルは高いんですよ。ただそれよりも S23 の方がいいですよというだけですね。 はい。まあ、以上がですね、基本的なカメラ性能の比較にはなるんですけれども、どうでしょうか。えー、個人的にはですね、Galaxy S23 の方が好みではあるんですけれども、Pixel 7の価格を考えると、Pixel 7のカメラ性能は正直化け物だなというふうに思惑もないですね。まあ、どちらもですね、申し分のないカメラ性能であることは間違いないので、好みのカメラを選ぶといいと正直思います。 ではここからはですね私が皆さんに知っておいてもらいたい点をいくつか挙げていくんですけれどもまず初めに話さないといけないのはディスプレイ性能の差ですねこれはね Galaxy S23 のディスプレイ性能の方が格段に上なんですねまあ申し訳ないんだけれども Pixel 7のディスプレイってまあ大していいものはね積んでいないと僕は感じてるんですよ でねまあ細かく見ていくとやっぱりディスプレイってまわずかなこの色彩の違いなどっていうのがまあそここに見られてですねでそれが画面全体で感じ取れる画質の差というふうになって伝わってきます。 でさらにね昼間での画面の見やすさっていうのはやっぱりねギャラクシー S23 のこの1700ニッツの明るさっていうのはとっても見やすいんですよでピクセルもピーク時はですね1400ニッツ出ているらしいんですけれども、まあ、なぜかね、えー、そんなに明るくは見えないんですよね まあ一応ね屋内であればピクセル7のディスプレイ品質でもまあ全くね不満はないんですけれども一歩ね昼間の屋外に出るとギャラクシー S23 の良さっていうのが際立ってきますんで、まあ、ディスプレイ品質に関してはギャラクシー S23 が優れていますでは次の点に移りますが次に話したいのはですね 処理能力の差ですね。まあ、これはめちゃくちゃ差が出ていますよ。まあ、これね、圧倒的に Galaxy S23 のスナップドラゴン8 Gen 2の方がいいんですね。まあ、ベンチマークのスクアね、お見せしますけれども、まあ、比較にならないぐらいですね。Pixel 7の Google Tensor G2 とは差が開いています。 で今見てもらっている Geekbench6 のスコアもそうなんですけれども、まあ、この 3D マークの GPU スコアに至ってはですね、えー、倍以上のスコアの差がありまして、まあ、正直ね全く相手になっていないというのが現状なんですよ。 で、次にね、話しておきたい点は、スピーカーね。まあ、これもね、まあ、こだわる人にとってはちょっと差があるからというふうに思います。えー、これが、Galaxy S23 の方がいいですね。ピクセル7に関してはというと、ちょっとね、もうただただ爆音を鳴らしているスピーカーにすぎない,い,いんですよね。で、逆に、えー、Galaxy S23 っていうのは、中高音がクリアな、えー、かなりね、綺麗な、えー、スピーカーを鳴らしてくれていますんで、まあ、僕の中では、えー、スピーカーの満足度は Galaxy s 23の方が高いいと思まますね、まあ、ただねこれに関してもまあ、ちょっと言っておきたいのは先ほど言ったようにスマホのスピーカーにそこまで性能は求めてないというユーザーがほとんどだと思うので、まあんまりね気にしなくてもいいんじゃないかなとは思いますではここで本日のスポンサートラス社についてのスポンサー広告のお時間ですトラススといえば iphone ケース iPhone ケースといえばトラスと言ってもいいぐらいですね。最近はどんどん知名度をアップさせているメーカーです。取り扱っている種類も豊富で、ケースに使われている素材にもこだわり、高品質なケース作りで定評があります。さらにはカスタマーサポートがめちゃくちゃ充実しているのもトラス社の製品が持っている魅力です。 シュメルさんというユーチューバーの方がおすすめしていて私ね半信半疑で買ったんですが本当にいい商品でした怪しいユーチューバーシュメルっていうガジェットユーチューバーが、まあ、宣伝していて、まあ、気になって買ってみたらね結構良かったんですね、まあ、あくまでねこれは個々人の感想ではありますけれども、えー、私自身はですねトラス社の製品に関してはもうめちゃくちゃねこう信頼していて自信を持って私はねおすすめしています ですので iPhone ケースをね、お探しの方は、ぜひとも Amazon などのレビューを参考にしていただきながら、トラッシャーの製品の購入を検討してみてはいかがでしょうか。じゃあ次のポイントに移りますが、それはね、デバイスの大きさと 重さですね。まあ、これはね、結構違いがあります。Galaxy S23 は 168g 6.1インチ。で、Pixel 7はですね、197g 6.3インチなんですね。で、特に Pixel 7のこの 200g 近い重さっていうのは、僕はかなりのマイナスポイントですね。えー、なんでここまで重いねんっていうぐらいですね。まあ、正直、6.3インチの割には、ちょっとずっしり重く感じます。もっとね、軽量化してほしいですよ。 であとですねデバイスの大きさも0.2インチしか変わらないんだけれども、まあ、手に持って操作してみると結構な大きさの違いっていうのがあります。まあ私のね男の手で触っても結構な違いがあるので、まあ、この辺はですね実機を触ってみるのが一番いいんじゃないかなと思います。 では次のポイントに移りますが、それがね、ロック解除ですね。ロック解除に関しては、結構僕は満足度に差が出ると思います。えー、どちらもですね、2D 顔認証とディスプレイ指モ認証、えー、搭載していまして、で、僕がロック解除しやすいと思うのは、圧倒的にですね、ピクセル7の方ですね。まあ、これはね、 あの、全然違うんですよ。あまずね、顔認証のスピードの差っていうのがかなり差があります。Galaxy S23 はですね、やっぱりちょっとワンテンポ遅い感じがするんですよね。で、指紋認証に至ってもですね、同じように Galaxy S23 の方がワンテンポ遅い感じがしますね。なので、まあ、スムーズにロック解除できる Pixel 7の方が僕はかなりいいと思います。じゃあ次のポイントなんですけれども、えー、これがね、 シムフリー版のあるなしですね。まあ、細かい点にはなるんだけれども、結構大きいと思います。えー、知っての通りですね、Galaxy S23 っていうのは、えー、キャリア版、通信キャリア版しかないのに対して、Pixel、えー、7はですね、Google Star で、えー、シムフリー版買えます。で、基本的に、えー、このキャリアのうざい、 アプリを搭載しなくていい、えー、そのピクセルっていうのは、まあ、大きな強みになるかと思います。えー、ギャラクシーは早く日本でシムフリー版を出せというふうに僕は思いますね。では最後のポイントになりますが、まあこれはね、コストパフォーマンスですよ。まあいつもコスパ最後に話すんですけれども、えー、ギャラクシー S23 が、えー、ドコモで136,620円で今売られていますね。で、ピクセルセブ7はグーグルスターで八万二で82,500円で売られています。 えここまでですね、基本的に Galaxy S23 がまあ大まかな部分ではもう何でも勝利してたんですけれども、まあここはね、圧倒的に Pixel 7のコスパの高さがうかがえますね。価格差がね、これ2台5万4000円ぐらいあるんですよね。で、実際5万4000円を節約できるんだったら、あなたどうしますかって聞くと、 まあ、ほとんどの人はですね、コスパ取るんじゃないっていうふうに僕は思うんですよね。まあ、もちろんですけれども、ギャラクシーに関しては、ドコモの価格ですから、ドコモっていうのは、まあ、あの手この手で、まあ、割引とかを提案して、まあ、実質もっと安くはなるんですけれども、一応、その一括の販売価格っていうのは、これだけ13万6000円するということで、かなり高額だと思います。 で、あとね、コスパ関連で話しておかないといけないのは、リセールバリューの差も話しておかないといけないですね。えー、ギャラクシーの S シリーズっていうのは、残念ながらリセールバリューって結構安くなりがちで、まあ、例えばですけれども、まあ、1年後の中古市場とかではですね、販売価格が今よりも多分半値近くになるんじゃないかなと思います。で、逆に、ピクセル7、まあ、ピクセルシリーズも結構ね、あの、中古市場の販売価格は安くはなるんですけれども、えー、Google の えー、下取り価格っていうのが結構高いんですよね自社の、えー、ブランドに対してで、えー、よくですね下取り価格アップのキャンペーンとかを、えー、Google のその Google ストアではやってるんですよでそういう時にあのピクセルを売るとですね、えー、中古市場で売られている価格よりもかなりの高値で、えー、ピクセルを売却することができるので、えー、下取りに出して新しいピクセルを買う時っていうのはですねかなりリセールバリューを高くして売ることができますんで、えー リセールバリュに関してはピクセルは結構強みがありますねはいまあ、以上がですね主な比較の内容になりましていつもの8カテゴリー別の評価っていうのはこちらになっております気になる人はですねここで動画を止めて見ておいてくださいでは最後はですねどういうユーザーにどっちのスマホをお勧すすめするのかっていうのを話していくんですけれどもまず先にですね Galaxy S23 をお勧すすめするユーザー層から話していきましょう まあやっぱりね、コンパクトスマホを求めているユーザー、そしてコンパクトスマホの中でも最高峰のものが欲しいっていう人、で、さらにですね、なんて言ったって、コスパだけじゃないんだよって。 コスパオタクじゃない人にとっては、まあ、僕は、えっ、ー、と、Galaxy S23 っていうのは、まあ、あの、一番いい答えになってくると思いますね。あの、Galaxy S23 自体はですね、まあ、本当にめちゃくちゃ優秀なスマホで、えー、カメラ性能もものすごくいいし、ディスプレイ性能もすごくいいです。で、処理能力も申し分ないですし、バッテリーライフもですね、かなり改善しています。なので、えー、コンパクトスマホの中では、まあ、あの、僕は本当におすすめできる、一番おすすめできる、えー 端末で大きな欠点もないので僕はあの、えー、簡単にですねゴーサイングリーンサインを出していいのがまギャラクシー S23 じゃないかなと思っています。 で次にですね、Pixel 7をおすすめするユーザー層っていうのは、まあやっぱりね、世の中、現実を見ろ、コスパ重視っていうね、そういう、えーまあ、賢い買い物ができるユーザー層ですね。えー、やっぱりね、えー、コスパ重視でもなおかつですね、えー、いいカメラ持っていて、でさらに、まあ、処理能力などもそこそこいいですし、まあ全体的な総合力もですね、Pixel、えー、7っていうのは、まあやっぱりね、 あのかなり高いんですよねやっぱりもう理想よりも現実を見るユーザーにとってはピクセル7っていうのは本当にいいチョイスになると思いますでしかもですねピクセル7ってちゃんと防塵防水もですね IP68 と最高クラスのものに対応しているしワイヤレス充電にも対応していてですねあの安かろう悪かろうの端末じゃなくて本当にですねあの結構 こうちゃんとしっかりした端末でそれでいて8万5千円なのでまあ僕はですねあの非常に誰にとっても損がない端末としておすすめはできると思いますでさらにリセールバリューもえー下取りにね Google スターで出す分にはめちゃくちゃ高いんで本当にねえと失敗の少ない端末だと思いますはいで最後ですね私だったらどっち選ぶかっていう話をするんですけれどもまあ現時点で買うんであれば まあ、迷いますけれども、まあ、やっぱり僕だったらね、現実的にピクセル7を買うかな。うん、やっぱりね、この価格差っていうのがちょっと今、でかすぎますよね。Galaxy S23 が13万6千円ぐらいして、ピクセル7が8万5千円で売られていて、価格差がまあ5万円、5万4千円ぐらいあるのかな、えー。そうなるとですね、まあ、どうしてもピクセル7になってしまいますよね。あの、Pixel 7も、まあ、不満な点っていうか、ちょっと、ここかなとか、あれがなっていうところはあるにはあるんですけれども、まあ、 全体的に満足度高いし持っていてでカメラ性能にも全く不満はないし基本何でもできるしあの触り心地まあ、使い心地もですね結構いいですしデザイン性も悪くないんですよだからまあ僕だったらまあ5万円の差があるんであればまピクセル7選ぶかなっていうふうに思いますね、まあ、リセールバリューも下取りで高く売れるというのも非常にいいところですから、えー、僕だったらピクセル7選びます はい。まあ以上がですね、Galaxy S23 と Pixel 7の比較の内容になります。まあ今回価格差があってね、まあ,あの評価が分かれるとは思いますけれども、私のね、えー、内容を楽しんでいただければ幸いでございます。で、あとですね、えー、今回のメイン動画では、えー、取り切れなかった内容っていうのをですね、サブチャンネルで扱っていますので気になりたはですね、ちょっとそちらも覗いていただいてはどうでしょうか。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。